まあ、前回神風で、負けたよ、負けたけど、たまたま負けた、たまたままぐれだまぐれ。今回は俺が当たり前のように神風を潰す、そして俺は飛沫に向かう。俺らの若い世代でこれからのゼロワン盛り上げていくから、神風引っ込んでろ、ジジイは。まあ今日大谷新庄とシングルマッチやったけど、ジュニアもヘビーも関係ない。もう天界ジュニア始まってんだよ。まあ次ね、天界ジュニア1回戦谷崎直樹決まってるけど、めっちゃイケメンでエントリー選手の中で一番イケてる男、今から興奮が収まらないよ。そんな男がさらにインプラントがパクリだ、インプラントが俺のパクリだ言ってるけど、チンプラントは自分の正真正銘オリジナルだから、それを展開中には1回戦で正真正銘自分のオリジナルだってことを証明して、きっちりリングにチンプラントを埋め込んでやる。おい藤田か、この間日高藤田当たってないやつもな、おいジュニアの野郎ども、おい十分すぎるが伝わってんだよ、メールの頑張りだよ。いいか、しかしね、頑張りだけじゃ誰も認めてくんねんだ。おい、俺ジュニアだろうとヘビーだろうと俺と戦うやつ、どんな相手だろうと全力で俺は戦うから、お前らの前ジュニアの前に出るときは、絶対負けねえ強いチャンピオンじゃねえか、強い壁として上がるからよ。なるほどね、この野郎元気よくぶらってきやがって、やっとれ、おらおい、そして飛沫にも、飛沫にももうすぐだな、やっとろ、変に大口叩くつもりはねえよ。しかしな、結果を出すべき人間が結果を出す飛沫にするつもりですよ、俺だろ。もしかしたら年々優勝候補の名前聞こえる、遠ざかってるしないけど、なんかあるんだ、湧き上がってくるもんが。今年は大谷優勝してくれって、もしかしたら誰も思ってないかもしれないけど、そういう見えない聞こえない声が俺の耳に聞こえるんだ。特にこう熱い試合を終えた後はガンガンここに入ってくるんだ、ガンガン。今年は今までお前だぞって、ここにそれを必ず現実のものにしたいと思います。なるほど藤田、ほらガンガンぶち込んでやったよ、ほら最高じゃねえか。これだからゼロもやめれねえな、おい、そんな気持ちに藤田美和がしてくれたと思います。だからほら負けねえぞ、ほら誰がやってもな、俺が勝つんだ。